この間副大臣とか政務官の皆さんがお辞めになりましたね。3人ほど辞めたのかな。ねえ、山田さんと柿沢さんと神田さん。今防衛政務官の何さんですか、三宅さんという人に対して、週刊誌が報じたのは、これは本人が強く否定しているので、他の3人とは状況が違うんですけど、これ4人であと1人揃うとさ、白波5人男みたいになっちゃうんだよね。日本大門は誰だとか弁天小僧は誰だなんてあまり考えないでくださいね。別に誹謗中傷するつもりはないんだけど、川竹黙阿弥って人はすごくって、江戸時代のね作者ですけど、こういう盗賊を主人公にしたものを白波物というふうに言うらしいんですけど、白波物だけで70編も書いたっていう、とんでもない多作の作家ということなんですが、この話、泥棒の話じゃないですか。今起こってる、現地に起こってることかなり、近い。特に神田さんね、お辞めになったわけですけど、事実上の更迭、一応辞任の形を取ったのかな。財務副大臣ね、ご自身が会社経営されてて、で、なんと固定資産税をですよ、固定資産税を滞納して9年滞納したったかな。で、4回か5回か差し押さえを食らってるっていう、差し押さえですよ。なんかビル、5階建てのビルかなんかのね、お持ちになってるのがあって、それを差し押さえられちゃった。固定資産税払わないんだったら差し押さえるぞって、税務当局に。で、実際差し押さえられたわけですよ。これ、なかなか常習的な、こんだけね、たくさん、1回とか2回ならまだ分かるって、それもよく分かんないけど、固定資産税だからね。忙しくてついつい書類っていうのはおそらく督促状のことですけど、それを見過ごしたというか見なかったということになってますけど、本当にってね、そこを追及する目ではあまりなさそうですけど、追及してみてもいいような気がしますね。で、問題はですね、こういう人たち、ね、神田さんはそういう税金の、不払いとは言わないけど結局払ってるんでしょうから、差し押さえを食らった人で、山田さんという文科大臣の政務官は、これなんか不倫かなんかなんですね。で、柿沢水戸さんはね、以前ちょっとお話したこともある人なんですけど、法務副大臣、ついに自民党になってるんですよね、今ね。で、これが東京の23区の一つ、江東区の区長選挙で、ご自身が以前から、なんて言うんでしょうか、政治的な傾向を一緒にしてた人なんだろうと思いますけど、区長候補、この方、自民党系じゃないんだけど、自民党の内閣の、法務副大臣である柿沢さんがそちらを応援した、応援しただけじゃなくて、その問題は、YouTube ですね、有料広告をやっちゃったと、公職選挙法違反で、柿沢さんの関連するところの家宅捜索も今行われているので、事件として大きくなる可能性が高いですけれど、なんか、そういうことじゃないですか。
これよく考えてみるとね、これちょっと開き直った言い方で、こんなふうに考えたらどうかなと思うことが一つあって、いや、神田さんは財務副大臣になって、で、なかなかね、固定資産税の滞納と、それから財産の差し押さえを食らった、副大臣ってなかなかいないですよ。うん。とっても、軽有な存在っていうか、ね、庶民が税金を払わなくて困る、その心情をもしかしたら一番理解できる人がこういう人かもしれない。すみません、半笑いになっちゃうんですけど。ね、だとしたら、まあそういう人がね、善否を悔いて、あるいは、税務行政に、なんて言うんでしょうか、人の血の通った税務行政に変えてですね、とても素晴らしい政治をする可能性のある人じゃないか。いやいや、賛成しない人も多いんじゃないかと思うけど、その可能性があるような気がしますね。から柿沢水戸さんだって、自分の党の候補者が出ているのに、そちらじゃなくて、まあ、保守分裂の形ですけれど、自民党の公認ではない候補を、まあ、古くからの、なんて言うんでしょうか、まあ、お付き合いというか、あるからだと思うんですけど、押すと。ね。これもやっぱり、情に厚い法務大臣っていうことに、まあ、法務副大臣っていうことになるとね、もうほら、法務省は、もちろん、まあいいこともやられてると思うけれど、とんでもないことやってるでしょ袴田事件の再審でまた文句つけてますよね、うん。一体何年袴田さんを苦しめたら気が済むのかって、結構みんな怒ってるじゃないですか。そういう、その法務行政を改めてですね、まさに血の通う、そういう法務行政を担える人かもしれない。柿沢さんが副大臣になってやっぱり変わったねと、うん、もうすぐね袴田さんが再審で無罪になるような方向に、まあ、むしろ力を尽くすということがあってもいいですよね。うん。いや、だから、むしろそう、こういう人を中心に内閣を作った方が、いい内閣になるんじゃないかって、ちょっとね、まあ、半分冗談ですけど、半分は、そういう面も人間だからね、あるよなって思いますね。まあ人間に対する大変こう、なんていうか、複雑な見方というか、うん、いう気がするんですけど、どうでしょうか。まあ内閣がこう次から次へと変わって、まあ特に大臣レベルで言えば、どんどん、まあこんなことも理由にして、どんどん変わっていく。変わっていきますけれども、日本の官僚制というのは、まあ良くも悪くも、大変、どういうんでしょうね、自律的な、構造を持っていて、まあそれがもっと発揮された方がいい場面も当然あったでしょうし、うん、あるいは、まあ例えば民主党政権みたいに、ね、なった時に、官僚の抵抗っていうことも、まあ、当時よく言われましたよね。で、そういうところが、なんて言うんでしょう、その国家の意思を代表する、まあ組織として機能していて、その上に乗ってる内閣っていうのはまあお飾りに過ぎないということもね、まあそういう面も一面もあるだろうと思うんです。まあそこを突き崩すのは大変な、まあ理論的な、まあ、下支えも必要だし、政策的な対峙も必要だし、まあ民主党がかつてやった
マニフェストにはいろんな問題があったんでしょうけれども、時に大きく揺さぶる必要もあるでしょうし、それだけで世の中が良くなるとは思いませんけれども、でも政治の構造が少しずつ変わっていくきっかけになったかもしれない。まあ、これから先自民党と公明党の、まあそのね、どうして公明党が連立してるかよくわかんないんだけど、自民党と公明党の連立政権がこれから変わっていくのか変わっていかないのか、まあ、そこはちゃんと見据えていきたいなというふうに思います。今後半の方で話した内容に関しては、私がマグマグさんから出させていただいておりますメルマガ、有料で恐縮なんですけれども、ウッチージャーナルとウッチージャーナルデラックス、この2つの中に内容として反映させるつもりでおりますので、そちらももし余裕がありましたらご覧いただければというふうに思います。というところで、1曲目に参りたいと思いますが、よろしいですか。これどういう意味なんだろうね。季節、だいぶ季節としては先の話かな。あ、なるほど、マスターの気遣いでですね、寒いのでちょっと暖かくなるような曲をかけようということだそうです。よろしいですか。オスカー・ピーターソントリオでジョイ・スプリング。